それではやっていきましょう。ポケモンユナイト東都市選手権、実況兼解説のグレイシアと当社のエボリです。本競技のルールは簡単。ゲームを起動してから1分以内に東都市した回数を競い、アイコンでの東都市はご遠慮ください。ザ、ゲームを起動したところでタイマースタート。当社のオープン主さん、意気込みをどうぞ。私の東都市力は53万です。意味不明でございます。この日のために毎日感謝の東都市100回を繰り返してきました。感謝の東都市とは、しかし色明かしは来ません。色源泉の話かよ。さあ、間もなく第1東都市スポット、視界の座標を X 軸 -700 Y 軸160にセット。今です。画面で現れる万年のエビのグレイシア、これにはオープン主選手トウトシが止まらない。その速度は約10トウトシ毎秒、早くもカウントは50を超えた。恐ろしく速いトウトシ、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。観客の方はお下がりください。いやー、好きですね。コンテストに帰れ。第1トウトシスポットで120超えは16、管轄入れずに第2スポット。ここでクイズ場にも見伝わりし、オンリトウトバッチを使います。また新しいパワーは、ワールドレコーは、なんだ夢か、悪夢だよ。ということでやっていきましょう、ポケモンユナイト。もう皆さんご存知とは思いますが、この度私グレイシア、ついにポケモンユナイトに参戦。1周年に合わせて追加されたグレイシア、これでブイズももう3匹目ね。ブイズ全員が揃う夢も現実に帯びてきたわ。ユナイトの今後がより楽しみになったわね。ブイズ全員が揃うまでサービスを継続してもらうためにも、見つける時はしっかり見ついていきましょう。また課金してる。大体この私がタダで獲得できるなんておかしいじゃない。私はそんな安い女じゃないわよ。そういう問題じゃないです。まあということで、実装初日からグレイシアで遊んでいきます。今はいつもの下レーンで多分ネガリ中。味方のウリムーさんが頑張ってくれてるわね。援護しに行くわよ。やっべ、調子に乗りすぎた、逃げなきゃ。です。相手に AP いたんだ。中央多分ネにウリムーしか来なかったからいけると思ったのに。正直 EV の頃の私って死ぬほど弱いのよね。だから初手は戦闘を避けて自陣の多分ネを優先して狩るようにしてるんだけど、今回はたまたまキルが取れたわね。雑魚 AP のおかげで。入れていいですか。ということで、どうも皆さんお待たせしました。グレートかつレジェンドなイケメンで死ぬほど愛されているブイズのグレイシアです。自己紹介の癖が強い。さあ進化できたし攻めるわよ。ちょっと待って、私まだ EV なんですけど。ユナイトの世界は弱肉強食。マジ発球。今 AP を倒した技はスララバリ、私のメインウェポンとなる技よ。スララバリって本編では物理技なんですが、それはやはり物理グレイシアは最強。それはならんだろ。てか2回も物理グレイシア使ってんのかよこのチャンネル。スララバリを覚えた私は序盤最強格、ガンガン前に出てどんどん削って、コメント欄をグレイシアちゃんマジ天使で埋めてやるわ。調子に乗りすぎです。私やニンフィアと同じ耐久はないんだから、前に出すぎないよう気をつけないと。すみませんでした。まあ耐久がない分火力は機械値、それをこのバトルで証明してやるわ。じゃあしばらく暇だし、グレイシアの性能の話でもしましょうか。まずは EV、 さっきも少し言ったけどとても弱いのよね。技の性能的にラストヒットが取りづらく、進化するにも一苦労。尻尾を振るからのスピードスター付き強化攻撃くらいが使えそうなコンボかしらね。それでも野生の取り合いにはほとんど勝てないので、味方に頑張ってもらうか、敵に狙われていない野生を狙って狩るのがおすすめです。お次はグレイシアのメインウェポン枠、凍える風かつララバリの選択だけど、火力を出しやすいつララバリがおすすめ。一度に多くの結晶を当てるほどダメージが増えるから、なるべく結晶を貯めてから使うのが効果的ね。また一度ロックオンした敵にはどんなに距離が離れても当たるから、ロックオンしたら離れながら発射する、いわゆる引き打ち戦法が可能よ。耐久が低いグレイシアにとっては重要な戦法ね。お次は技に、こっちは結晶を貯めるのに使う技よ。フリーズドライと氷のつぶて、どちらがいいのかしら。どっちも強いけど、個人的にはつぶてがおすすめ。通常攻撃打つだけで結晶が溜まるのは楽だからね。でもフリーズドライの氷も強いし、ここは本当に好みかも。今回の動画では氷のつぶてを使っていくわね。さて一通り解説したところで、そろそろ第2次ハニーハント開幕。前に出過ぎたヤドランを倒して間もなくレベル6、ここで氷のつぶてを覚えるわよ。グレイシアはここからが本当に強い。アタッカーとしての本領を発揮してくるわよ。ここからの基本的な動きは、まずつぶてを発動し、何回か通常攻撃を連打して結晶を貯める。そして溜まった結晶をスララバリで発射するとその頃にはまたつぶてを打てるから、またつぶてからの通常攻撃、この繰り返しね。今シレットカリゴン削りってたわね。本当に恐ろしい火力。まだまだこんなものじゃないわよ。次はそこのヤドラン、最大結晶数の8連スララバリを発射。そうするとあら不思議、もう死にかけです。ユナイト壊れちゃった。ほらほら、次はあんたよ。痛い痛い、めっちゃチクチクする。イノムーさんナイス。ユナイト引退します。謝らないで。まあこんな感じで、つぶてとスララバリ打ってれば相手が勝手に溶けていく。それがユナイトでのグレイシア、環境入りも間違いない強さですよ。これはもう剣盾に逆輸入するしかないですよね。そうはならないよね。いや、どう考えても最強です。近伝に対環境がなんぼのもんじゃ。私の物理で環境を知能上にして剣盾引退します。残念でもなければ当然。てかやばい、回復に戻ってたら亀取られそうなんだけど。グレイシアを援護。やめろ。はは、我らが夫人は完璧。1回目のかじり金はもらったわよ。これは仕方ない。私一匹でスティールするのは無理があるしね。下ゴールだけはなんとか守るように立ち回りましょう。いや、ここで絶対に壊してやる。行きなさい、我がしもべたち。味方さんのことしもべって呼ぶな。そして下ゴールは私が守る。ダイエンドステージね。ここでいないと技。さらに月光画さんも合わせてくれた。おお、無限スララバリをくらえ。完全勝利。月光画さんと合わせて4連キル、これはやられたわね。
私のユナイト技、ダイヤモンドステージは、氷のゾーンを作って相手にダメージを与えるだけでなく、結晶が自動で溜まるようになるわ。結晶が自動で溜まる。ということはゾーン内でツララバリを使うと、全自動リロード剣風を落とす感じになります。例えがいかつすぎる。実際さっきの場面をよく見てみたら、ツララバリの回数が異常に多くなっていることがわかると思うわ。確かにツッコンが多い。ASMR かな？こんな感じにツララバリとの相性が抜群だから、ユナイト技は自分がツララバリを打ちやすいポジションに打つといいと思うわ。なるほど。さあ4連キルの流れに乗って上ゴールへ。こっちでもキルしまくってコメント欄をグレイシアちゃんマジゴッドで埋める。コメント煽りルスマジ。ゲーセーヌ。まあ今みたいに、接近されるとすぐ倒されちゃうところも、私やニンフィアと同じね。常に一定の距離を保って戦うようにしないと。ニンフィアの瞑想とかマジフレみたいな、逃げに使える技もないからね。それこそメインウェポンを凍える風にすればいいんだろうけど、ツララバリの火力は捨てられない。その辺も含めて、いいバランスになってるわよね。火力の高さは目立つけど、しっかり弱点もある。近年稀に見る要調整だと思うわ。ブイズの先輩方は両極端でしたからね。運営許すまじ。さらに直近で、もう2体追加が決まってるし、こちらの調整もこの調子で頑張っていただきたいところ。マッシブンにバンギラスだったわね。本編だったら死んでた。わかる。とか雑談してるうちに下ルートがやばい。さあ今度こそ壊してやるわよ。味方の皆さんお願いします。急に姿勢低くなったな。しかしマンムーさんとの攻撃コンビで守りきる。2人はプリキュア。ビジュアルの差が偉大ない。ヤドランのユナイトで止められてはしまったけど、下ゴールは守れたので上々でしょう。そしてこのまま全員集結の亀争奪戦ね。マンムーさんとマリウリさんが前に出てるので後ろからチクチク。グレイシアはこれが強い。私とヤドランさんが倒されてしまった。地元では最強のエスパーコンビだったのに、こっちもビジュアルの差が激しいじゃねえか。てか味方が強すぎてやることがないけん。グレイシアを援護。やめろ。まあダメージはそこそこ出てるはずだし、カビゴンにユナイトも使わせたからまあいいかしらね。タンク相手にもここまで削れるのエグいわよね。まあ本当はアタッカーを狙うべきなんでしょうけど、ツララバリって範囲内にいる敵自動でロックオンしてくれるから、ついつい適当に撃っちゃうのよね。倒したい相手を狙うように立ち回るには、まだ練習が必要ね。とか言いつつ雑にカビゴンさん倒すのやめてもらっていいですか。ツララバリの火力はやめられない止まらない。やっぱり時代は物理なんですよ。お前も物理にならないか？なりません。ということで2回目の亀さんゲット。相手2枚落ちてるし、このままセカンドゴールいけちゃうのでは？さすがに調子乗りすぎでは？いやでも全員攻めてきてるし結構やばい。ここにないと使おうか迷ったんだけど、サンダー戦までにもう1回上がるか不安で使わなかったのよね。ただ実はダイヤモンドステージのクールタイムってすごく短くて、100秒あればもう1回打てるのよね。ファイアローと同じじゃない。思ったより気軽に使ってもよかったのね。つまりこの割と進行した状態でギリギリ攻めきれなかった場面。ユナイト技を使わなかったのはどう見てもプレミですが下座しなさい。すみませんでした。その後セカンドロトムを危なげなくゲット。サンダー戦への準備は完璧ですね。ついでのように私のこと倒すのやめてもらっていいですか。体力マックスから秒でゼロになっててリーティア入るわ。ところで僕のユナイト参戦はいつになりますか。知らんがな。実際次に来るブイズって誰になるのかしらね。個人的な予想としては、ここまで登場世代が一回も被らずに来たし、次は初代ブイズの誰かしらじゃないかなと。なるほど。特に他のブイズと同じ特殊アタッカーよりのシャワーズあたりじゃないですかね。ブースターは物理よりだし、サンダースはどちらかというとスピード型だもんね。みんなの予想もコメント欄で教えてね。好きあらばコメント煽り。マジ天使も忘れずに。それは忘れていいんだよ。さてロトムを押し込むのは諦めてサンダー戦の準備。ここまでのスコアは均衡してるし、サンダーをどちらが取るかの勝負ね。その前に1匹落としてやったけど。ちょっと待って。2分を切る前から勝負は始まってるのよ。サンダーの前に数的有利を作るのも戦術。なるほど。そっちがその気なら、こっちだってキルしてくれるわ。はは、前に出すぎたわね。カウンターキル成功よ。マリウリさんが落とされたのは厳しい。しかも復活がサンダー戦に間に合わないわね。トマは逆に人数有利を作ってやったところで。違いなんですけど、さあまずは状況の確認。左側にヤドラン、右側にカビゴンとエースバーン。右側で捕まえたマリウリを倒したいけど、なんとか逃げれたみたいね。そして左のヤドランを集中攻撃。味方さんナイスキル。あ、左にカビゴンさんが突っ込んじゃった。いくらタンクでもそれは無謀よ。氷のすぐ手で KO。これでは相手2枚落ち、いきなりタンクを失ってしまった。そして右中央からマリウリとエース。これはマンムーさんたちが見てくれてるわね。ならば私は先にサンダーを削る。ここでご報告です。死にました。味方さんナイス。お相手3枚落ちで圧倒的有利。マリウリはマンムーさんが見てくれている。これも早勝ち確でしょ。ユナイトも切ってサンダーゲット。エースバーンさんがユナイト技でしている。これはナイスすぎる。縮小ゴールには絶対いかふん。ふふ、これで私たちの勝ちよ。サンダーを早めに削る判断がアダとなったわね。さあおとなしく降参します。まだだー。人数はまだこちらが圧倒的有利。サンダーがなくても誰かしらがゴールしてくれれば。ね、そうはいかないわよ。早めに復活した私とカビゴンさんで防衛。ここさえ守りきれらふん。マリウリさんナイスー。よっしゃその後10点入れてしまえ。やばいカビゴンさんもやられた。復活したエースバーンさんが上の防衛に行ったけど、下のゴールはガラ空き。よっしゃサンダーの効果は切れた。大差でリードしてるの判定も入った。今度こそ私たちの勝ち確よ。おいサンダース。はい、なんでしょう。もう一回ゴール壊せ。だから人違いだっての。もう諦めなさい。これ以上の奇跡は起きないわよ。勘違いするな。奇跡ってものは起きるものじゃない、起こすものだ。追加点を狙っていた月光画さんとウッズさんがやられた。でもだから何よ。これで今度はこっちが人数有利。サンダーなんてなかろうと下ゴールぶち壊してくれるわ。全員突撃。悪あがきもいいところよ。この時のために貯めたユナイト技も吐いて全力で防衛してくれるわ。甘いわよグレイシア。ポケモンユナイトは人数が物言うゲーム。ラゲームグレイ。うわあとはゴールするだけよ。え、待ってこれマジでヤバい。セカンドまではさすがに間に合わないわよね。いや間に合わせる。諦めないことの重要性を教えてくれるわ。待って
マジで待って、ここから負けるのはさすがにありえん。全員集結しすぎだろ。味方がいるほどゴールは速くなる。いけー、やめろと。どうだ、今ゲームセットの前にナイスゴールって流れかけたわね。ってことは入った。入ってたとしても逆転できてるかはわからない。結果を見るしかないわね。やった、勝った、勝ったわよー。最後のゴールは入ってたけど、足りてなかったみたいね。負けて悔しいけれど、いいバトルだったわ。こちらも最後まで楽しめたわ。対戦ありがとうございました。1周年とともに新しくグレイシアを迎えたポケモンユナイト。新要素も増えたし、まだまだ楽しめそうね。今後もちょくちょく動画にしていこうと思うから、ぜひチャンネル登録や高評価お願いします。あとマジ天使コメント。それはいらん。ということで、ここまでのご視聴、ありがとうございました。